サルサ20はダニエル・バーンスタインによって開発されたストリーム暗号である。32ビットアディション、X およびキャリーなし、ローテートに基づく疑似乱数生成によって構成される。中心となる関数は256ビットの鍵、64ビットのノンス、そして64ビットのカウンターを入力とし、512ビットの鍵ストリーム1ブロックを出力する。 これにより、サルサ2 2は任意の位置のストリームを一定時間で探索することが可能となる。最近の X86 プロセッサではソフトウェア実装で44サイクルズ、パーバイト程度の速度を示す。サルサ20は特許で保護されておらず、設計者であるバーンスタインによっていくつかのアーキテクチャ向けの最適化実装がパブリックドメインで公開されている。サルサ20は 16x は加算、ローテーションのみを用いることでソフトウェア実装におけるタイミング攻撃を回避することができる。内部状態は16ワードからなり、44の行列で表現される。初期状態は8ワードの鍵、2ワードのストリーム位置、2ワードのノンス、4つの固定のワードから次のように決まる。固定ワードはエクスパンド32バイト系を アスキーコードで表したもの、つまり、4つのワードはそれぞれ、イクスパ、ND3、2倍、テケであり、ナッシングアップマイスリーブナンバーの一例である。サルサ20の演算の中心は、1、4ラウンド関数 QR であり、これは4つの入力ワードから4つの出力ワードを、以下のように生成する。B イコール、7。C イコール、9。D イコール、13。 A イコール18奇数ラウンドでは QR は44行列の4行それぞれに適用され偶数ラウンドでは4つの列それぞれに適用される連続下2ラウンドはダブルラウンドと呼ばれる奇数ラウンド QR コラム 1QR コラム 2QR コラム 3QR コラム4偶数ラウンド QR ロー 1QR ロー2、QR、ロー3、QR、ロー4、C、C での実装は、以下の通り、デファインロトル、デファイン QR、B ハットイコールロトル、C ハットイコールロトル、D ハットイコールロトル、A ハットイコールロトル、デファインラウンズ20、ボイドサルサ20ブロック、INTI、INT32TX、4、XI、 イコールイン、アイ。10ループス2ラウンズ。ループイコール20ラウンズ。Round, R, 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 4。オッドラウンド。QR コラム1。QR コラム2。QR コラム3。QR コラム4。イーブンラウンド。QR ロー1。QR ロー2。QR ロー3。QR ロー4。4。アウト、アイイコール X、アイイン、アイ。 最後の行でかき混ぜられた配列 X、I をワードごとに元の配列イン、I に加えて64バイトの出力ブロックアウト、I とする。この操作は重要である。なぜならかき混ぜ操作自体は可逆だからである。つまり、この最後の操作がなかった場合、出力であるか義ストリームブロックにかき混ぜ操作を逆に。 施すことで、鍵を含む初期状態を復元できてしまう。かき混ぜられた配列を元の配列に加えることで、このように入力を復元することが不可能となる。サルサ20は入力に対して20ラウンドのかき混ぜ操作を行う。また、ラウンド数をそれぞれ8、12に削減したサルサ20、8及びサルサ20、12と呼ばれる編集も存在する。これらは サルサ20を保管するものであり、エストリムのベンチマークではオリジナルよりも良い性能を出しているが、それに応じてセキュリティマージンは小さくなる。サルサ20はエストリムプロジェクトにおいて、プロフィール1のフェーズ3デザインに選定された。プロフィール2のフェーズ2デザインにも選出されていたが、こちらはフェーズ3には進めなかった。これは、 制約の多いハードウェア環境では十分な性能を発揮できないと判断されたためである。2013年現在、サルサ20、12及びサルサ20、20の解読に成功した例はない。最良の攻撃法では、12あるいは20ラウンド中8ラウンドまで解読されている。2005年、ポールクローリーはおおよそ2165の試行で、サルサ20、 を解読する方法を報告し、サルサ20に対する最も興味深い攻撃法として、バーンスタインから1000ドルの賞金を獲得した。これは切れ詰め差分解読法に基づいたものである。2006年、フィッシャー、マイヤー、バーベイン、ビアッセ、アンドロブショウは、切り詰め差分解読法によって2177の思行で、サルサ20。 6を関連鍵攻撃によって2217の試行でサルサ27を解読する方法を報告した。2007年、ツノーラは211.37の鍵とストリームのペアを用いて2255の試行によってサルサ20の20ラウンド中8ラウンドまでの解読を報告したが、これは総当たり攻撃に近いものである。2008年、アウマッソン フィッシャー、カザー、マイヤー、アンドリッチ・バーガーは2153の試行によって、サルサ27を解読し、2251の試行によって、初めてサルサ28を解読した2012年、アウマッソンらの手法はシラによって改良され、128ビット鍵のサルサ27では2109の試行で、256ビット鍵のサルサ20、 8では2250の試行となった。2013年、モーハトプレニールは、差分解読法に対して、サルサ20は15ラウンド目まで128ビットの安全性を有していることを示した。差分解読法での確率は230より低く、これは128ビットの鍵を使い尽くす、より困難である。2008年、バーンスタインは、チャチャと呼ばれる編集を発表した。 これはラウンドごとの発散を大きくすることでパフォーマンスの向上を図ったものである。アウマソンらはチャチャに対しても攻撃を試みたが、サルサ20よりも1ラウンド少ない結果となった。サルサ20と同様に、チャチャの初期状態は128ビットの定数、256ビットの鍵、64ビットのカウンタ64ビットのノンスを 含む32ビットワードの44の行列であるが、並び順が変更されている。定数は、サルサ20と同じエクスパンド32バイト系、である。チャチャでは、サルサ20の1、4ラウンド関数 QR が A、イコール BD イコール A、D イコール16、C イコール DB イコール C、B イコール12、A イコール BD イコール A、D イコール8、 c イコール db イコール c b イコール7に置き換えられている。サルサ20の1 4ラウンド関数では各ワードが1回しか更新されないのに対し、チャチャの関数では2回更新されることに注意。また、チャチャの1 4ラウンド関数は変化をより素早く拡散する。サルサ20の1 4ラウンド関数の入力の1ビットを変更すると平均で 出力の8ビットが変化するが、チャチャの場合は12.5ビットが変化する。さらに、チャチャとサルサとでは、1、4ラウンド関数中の加算、X はビットローテーションの数が同じであるが、ローテートのうち2つが8の倍数であることから、X86 を含むいくつかのアーキテクチャでは、最適化が可能となる。加えて、SSE 向けに最適化することが可能であることが、 サルサ20において発見されており、チャチャではこれを利用できるように入力フォーマットが変更されている。ラウンドごとに列方向と行方向きを交互に繰り返すのではなく、列方向と角線方向を繰り返す。奇数ラウンド、QR ファーストコラム、QR セカンドコラム、QR サードコラム、QR フォースコラム、偶数ラウンド、QR 対角線1、主対角線。QR、対角線2。QR、対角線3。QR、対角線 4? チャチャ20ではこのダブルラウンドを10回繰り返す。C、C での実装は、以下の通り、デファインロトル。デファイン QR。A イコール B、D ハットイコール A、D イコールロトル。C イコール D、B ハットイコール C、B イコールロトル。 A. イコール B. D. ハットイコール A. D. イコールロトル。C. イコール D. B. ハットイコール C. B. イコールロトル。デファインラウンズ二十。ボイドチャチャブロック。I. N. T. I.。i n t 三十二 T. X.。フォー。X. I. イコールイン。I. 十ループス二ラウンズ。ループイコール二十ラウンズ。フォー。オッドラウンド。Q. R. コラム零。Q. R.。 コラム一 QR、コラム二 QR、コラム三イーブンラウンド、QR、ダイアゴナル一 QR、ダイアゴナル二 QR、ダイアゴナル三 QR、ダイアゴナル四4、4、アウト、i イコール x、i in, i。チャチャは、チャマイナス三選定の最終候補であったブレイクの基礎となっている。Google は共通鍵暗号として、 チャチャ20、メッセージ認証符号として同じくバーンスタインによる、ポリー1305を組み合わせたものを、RC4 に代わるインターネットセキュリティで、利用可能なストリーム暗号として提唱している。Google Chrome および Google のウェブサービスにおける、TLS SS、SSL 通信において、チャチャ20、ポリー1305が実装されている。Google による TLS での採用に続き、チャチャ二十と、 ポリー1305の組み合わせは、チャチャ20ポリ 1305OPENSSH.com として、オパンッシュに採用された。これにより、オパンッシュが、オパンスルに依存する必要がなくなった。チャチャ20は、脆弱性が指摘されている RC4 に代わり、オパンブスド、ネトブスド、ドレアガンフライ BSD における乱数生成器アーク、4ランダムに利用されている。 RFC7539 として標準化されている。また、インターネットキーエクスチェンジ及び IP セックでの利用については RFC7634 で標準化されており、TLS、SSL におけるチャチャ20、ポリ1305の利用は RFC7905 として標準化された。ワイヤーガードはチャチャ20、ポリ1305を使用しています。 ありがとうございます。